ゲーム女子実況ガエル、モズとハヤニエ、ドラゴンクエストビルダーズ、ドラクエ系建築女子物語、始まります。始まりますケロということで始まりました、はーい。モズベさん。今早始速まりました。危なかったよ、はスい。カイプが。そうですね、スカイプの方建築ちょっと女子物語みたいになってたよ。さあ、ちょっとね、ビルダーズも久しぶりなんですけども。ちょっと危うかった。はーい。危うかったね、もう。危うかったね、がもう危うかったわ、今。さあ、このね、配信自体、ドラクエビルダーズ自体、久しぶりなんですけど、ちょっと前回からあれですね、モズベさん。はい。街の様子が、ちょっと変わってます？ちょっと変わりましたね。ピリンの部屋が、なんか、変わってますね。ちょっと案内してもらえますか？大幅に変わりました。そこ何？はい、エントランスみたいになってるやん。そうです。エントランス？エントランスなの。うん。エントランスかよくわかんないけど。そうです。ちょっと区切ってみました。なんでエントランスっていうのは、受付があったり、エレベーターがあったり、ホテルへの入り口があったり、あー、なるほどね、要は中央部分みたいな感じでしょ。うん、そうです。一応ね、ちょっと区切ってあったんだけど、ピリンの部屋がここにあって、うん、隣に、まあ、衣装だ、あれかな、部屋か。あってって感じでやってたんですけど、ちょっとね、まあまあ、ちょっとリフォームしようって。そうそうそう、土で作ってたから。土壁やったしね。だからまあ、ちょっと変えてみて、まあ、ここはもう開けた方がいいかなと思って、一応衣装。まあ、衣装部屋エントランスはあれやもんね、一回着替えたらもう、着替えへんから、そんなないから。そこでもいいかもしれないね。そしてここ。雰囲気はいいんじゃないですか。ここ見てください。二人部屋になってるやん。そうですよ。初めての二人部屋です。だから、ピリンと、モズベの部屋です。うん。作ったよ。なるほど。部屋を。ひょっとして、あれですか？王女様のベッドが、はい。ピリンのベッドですか？はい、ピリンのです。そうです。この前、お城で拾ってきてるんですね。じゃあ、それはそれでいいんですけど、モズベさんの方、なんか、藁のダブルベッドみたいになってますけど、そう、すごい貧相や。ダブルベッド。いやいやいや、ふかふかだよ。ふかふかだよ。それ部屋の奥が？この部屋の奥がまだ、もともとね、なんていうんだ、物置部屋みたいになってたんだけど、ちょっとちっちゃくして、まぁ、ちょっと今のところはね、空き部屋になってるけど、近いうち宝部屋だっけ？なんかそういう系になる、っていうのを聞いたんで、それにしようかなって。聞いたって言うわけね。聞いたっていうか、調べたって言われるか。調べたらあかんやろ。調べたらあかん配信でやってんのに。風の噂で。調べないでくださいね、もずべさん。はーい。まあまあ、結構いい感じじゃないですか。うん。ちょっとここだけ、改装してみました。ちょっとあれやね、メルキドホテルみたいなんだね、そこが。そうです、そうです。おぉ、メシ。ちょっとレストランも奥にあるし。メシ、メシ。ロッシやった。メッシじゃない。もう、すぐね、サッカー選手と間違えるんよ。そう。すぐサッカー選手と間違える。その、レストランにもエントランスから行けるようになったら、すごいかっこいいのにね、はい。そうですね、ちょっとそこら辺もまた改良していこうかなとは思ってます。ね、そこの扉からさ、まっすぐぶち抜いて廊下作ったらいいんちゃう？ホテルの入り口あるじゃないですか。いや、ホテルの入り口。ホテルの入り口。ホテルの入り口ね。ちょっと行ってみて。そうそうそう。よいしょ。そこエントランスで。で、そこ。そこから、そのまま、まっすぐ、レストランに抜ける廊下を作ったらいいんじゃない？その2ブロック。あー、なるほど。ここね。ほんなら、レストランにも行けるし、そうそう。で、左側にドアかなんかつけたら、そうだね。ホテルの入り口にもなるし。いい感じになりちょっとより、メルキドが、城塞都市メルキドが、なんか、メルキドホテルになりつつありますね。ねえ、ちょっといい感じじゃないですか、ほら。上から見たら。なかなかでもいいよね。ね。いい感じです。今のとこちょっとね。ちなみに地下はどうなったん？地下はね、何も触ってないかな。地下入ったら、右スティックをしてね。ね、地下入ったら右スティック、はい、地下はね、何も分かっておりません。お前何の拷問部屋やねんそれ。こんばんはでーす。ありがとうございます。はーい、こんばんはでーす。
ね、地下はまあまだ未定だね、ここは。藤岡弘がコーヒー飲むとこやろ、毎回。いや、このコーヒーは、ね、藤岡弘がわからん。なんで藤岡弘がわからん。仮面ライダー。顔見ればわかるけど、誰だっけな、スカーフの人かな。スカーフ言うな。赤いマフラーや、あれは。あれマフラーなのか。もう、モズベさんのスカイプが怖いわ、今日はずっと。そうだね、今のとこまた回線がね、落ちやすくなってる。あ、ミチさんどうも、いらっしゃいませー。あ、こんにちは。はーい。こんばんはでいいぐらいの時間やと思う。ほんと、5時 ?5 時ってこんばんはって。5時過ぎたし。そうか。星も落ちるでしょうよ、だって、冬やから、うん。どうしよっかな。今のところですね、多分クエスト、うん、あれかな、ロロンドさん、ロロンドさんとかロロンドさんがあるね。そうです、そうです。読もうか、ロロンドさん。ロロンドさんはね、ちょっとね、ロロンドさんとね、最近この3人組よく一緒につるんでるんですよ。よくおるよね。どうしたわかんない。仲良くなったんだ。掃除してるんよね。めっちゃ掃除してるし、ほんで。そうそう。カビの扉をすごい掃除してるよ。ね、ロロンドさん、この人やね。お前も話せや、お前。ちょっと肩にちゃった。ほらほら、もうみんな3人ですぐ仲良しじゃない？ええから、早お話しかける。はい、おう、モズベイ、まだ火を吹く石像は持ってこれるのか？それね、火を吹く石像は恐ろしく硬いという、ちょっとやそっとの武器では壊せないはずだ。そうだな、ロと金床で作れる大金槌なら壊せるかもしれぬぞ。さあ、赤い扉の先のピラミッドにある火を吹く石像を2体運んできてくれ。ピラミッドね。それな。じゃあ。こないだなんか見えた言うてたでしょ。そうだね、夜の時に。お金槌持ってるやろ、モズベさん。あ、いっぱい持ってた。まだ、まだ大丈夫じゃん。じゃあ行こうか。行こうか。もう行く。今、夜になるのに。こんな夕方、まさしくこんばんはな時間なのに。よし、寝よう。無謀やな。寝よ寝よ。寝ていこう。まずはね、ゆっくり。ね。睡眠をとってからね。お肌も快適ですよ、睡眠不足は。ねえ。そうなの。モズベイもちょっと、おでこのとこすごいんですよ。モズベイさんのおでこの話はいいかな。ほんと、鼻血？鼻血はいいですか？噛んだ今。何やねん、鼻血って。今、噛んでない。鼻血って。鼻血って。早いですが、失礼。さあ、行こう。ミキさん、なんで来たんや。あ、生放送、頑張ってくださいね。頑張ってください。いいですよ、もう。ありがとうございます、わざわざ。びっくりしたよ。びっくりした。急に生放送。大変ですね。頑張ってください。忙しいやろ、準備で。はい。わざわざちょっと来てくださって、嬉しいよ。そうそう。すごい嬉しいです、ちょっと。びっくりしちゃった。ピラミッド、探そうぜ。ピラミッドでしょ。確かね、向こう側だときは、あ、キュッと。あ、なんかおるぜ。なんだあれ、初めて見た。ゴーレムじゃない？おるね。ゴーレムじゃないな、あれは。ストーンマンってやつですね。倒す？いける？倒そうか。なんかもらえるかもしれないよ。ね、うん。ちょっとでかいの無理や。モズベさん、回転切り覚えてる？覚えてる。知ってるよ。あ、どうぞ、そーい。忘れてたよ。絶対忘れてたよ。結構避けやすいパンチを放ってくるね、でも。もう一発やな。よいしょー。あ、もう一個。もうあとは。よいしょー。お、崩れた。あ、何も出なかったな。うわわわ、来た来た来た。あ、危ない危ない。近かった。お、危ない。あんなもん食らったら、ひとたまりもない。うわー。あ、よいしょー。あ、痛かったね。膝に当たって、お尻こすってやられてたよ。あー、なんも出ない。ね、大きいのが出るんかな。でかいやつ出すんじゃん。あいつやな。よし。あいつちょっと気をつけて。そうか。大ダメージしてやる。あー、当たらない。当たってんし。しよう。ちょっとね、あ、ゼロ、ゼロですよ。モズベさん。あかんわ、それ。ダメージゼロだよ。ひょっとしてハンマーやったらダメージ出るとかない？あー、ちょっとそれありそうだね。スーパー大金槌で。うおっ、あれ。いけ、あー、ゼロだー。あかんわ。もうちょっと、あれやわ、その、鉄の装備では、勝てないってことが分かりましたね。ねえ、あいつはダメだ。こっちだ、言ってたけど、あれ、話しかけたことあるかな。あるよ、まっすぐ、まっすぐ、モズベイさん。左、左。あー、さすがに持ってる。あ、ほんと。見えた。あったあった。
あったよ。あそこまで行くのに、向こうか。うん。大回りしていかなかな。水通らねへんからね。いやー。そうそう、あれを、陸地がない水の上はね、ブロック設けないんで、橋とか作れないんですよね。そうなんだ。そうそう、魔法の障壁がなんかがあってね。そういう。そこは渡れんちゃうかな。そこはいけるかも。いけるかな、ちょっと置いていってみ。あ、そこは地面あるね、ほら。あー、下地面見えます、ね。チャプンって行っても大丈夫やね。なるほど。チャプンって行っちゃい。チャプンって行っちゃおう。大丈夫やね、おー、行けた行けた。お、なんかおる。また鎧の騎士がおるわ。なんかおるよ。はい、よっこいしょ。いつもなんか落とすんちゃう。おー、いける。そいつは一回あれよね。街襲ってきたことあるよね。ありますね。いっ、おう、あ。落ちそうになってる。あ、なことした。あ、すごい、何今の。何それ。何鉄のインポット落としたよ。やったー。中間素材だ。中間素材。中間素材ちょっと。やったー、中間素材だーって喜ぶ人あんまりおらんと思った。パニック。さあ、ちょっと音変わったよ。早速来たよ。これ男女の音楽です。ちょっと中入ったら右スティック押してください。なんか音が聞こえる。すげえダンジョンやん。わー、すごいいっぱい。怖くない？なんかおる、なんかおる。うん。その壁掛け松明持って帰れるけどな。後で持って帰ろうね、いっぱい。待って、なんかおるんやない？作れよ、もう。作れねえから。なんかおるんちゃおう。あ、怖っ、怖っ。ホラーやん。上に。ほらほら、なんかおる。なんか、てん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 て。あ、あれは。なんかおるぞ、いっぱい。あれ、あの真ん中におるやつ。あいつじゃないですか。荒くれですね、あれ。パフパフやな。ファイナルファンタジー14にも、そうそう、パフパフとかね。パフしてくる。どういうこと？ファイナルファンタジー14でもその頭装備出ましたもんね、パラパラ。出ましたよね。うん。え？なんか祈ってるんちゃう？ねえ。おお、おめっちゃ話できる。あ、おるやん。話しかけても反応がない。無心で祈りを捧げているようだ。お祈りの邪魔したらあかんと思うわ。おう。ああ、なんて神々しい石像でしょう。間違っても持ち帰ろうなどと思ってはなりません。バレてるで。マジか。こいつは？人間の時代はもう終わりだ。さああんたも火を吹く石像に祈りを捧げな。こいつら、これか。この2体を持ち帰らないんだ。この火を吹く石像に祈るからこそ、僕たちはこんな砂漠でも生きていけるんだ。なるほど。なるほど。いや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 。で、その、ありますね、それ。そいつやな。大丈夫？それを持って帰るんでしょ。階段壊しとるやん。お、壊せる壊せる。ガンガン壊せるじゃん。お、初めての祠の。やったー。黒湯開始。床だ。うわ、やった、階段だ。うわ。はい、どこでしょう。階段嬉しい。階段はめっちゃ嬉しい。よく使うんで。普通になんか楽々できたんだけど。ねこれ真正面からやると危ないよね。ああだー。火を吹くと言うてるからね。あ、我らの祈りを妨げるとは、人間め、許しはせぬぞ。待って、ちょっとさ、これ全員。あー、魔物、全員魔物だ。やば。ヨシヒコでよくあるやつや、それ。ヨシフィコー、カシフィコー、あれ、来て出てくる。頑張れ、これ、すげえ魔法攻撃。モズメさん、金槌になってる。そうだ。武器が、それ石や、階段や。慌てた時のドラえもんか、お前は。いろいろ出せやつか、カバンから。さあ、ピンチピンチ。よし、じゃあ。さあさあ、倒せよ。倒しすぎる。倒せよ、全部それ。お、お、お、うまい。いけ。さあ、あ、そうそうそう、ダメージってんや。それ石の剣じゃない、モズメさん。大丈夫？あー。鉄の剣装備してる？あ、いたたたた。いたたたた。大金土地、大金土地。これやね。鉄の剣。よしよしよし。はーい。ダメージ全然いってへんくて、びっくりしたわ。いけー。あ、でもダメージ少ない。モズメさんも逃げたら？取れるもん取ったし。逃げるわ。ちょっとそれ無理やろ。うん。ちょっときついね。まさかの。逃げろ。まさかの逃げる羽目に。そこやな。よしよしよし。よし。よしよし。これどう？ちょっと。どっちが盗賊団か分からへんけどな。追いかけてこないよ。ねえ。お、いいじゃん。よかった。あれ？
行こうか。迷子なるやん。ハイネが思うにね、あいつらが追いかけてくるギリギリのところにね、火を吹く石像を置いたらね、石像が倒してくれる気がする。あー、なるほど。やってみる。やってみようか。さっきちょっと傷薬だけ買っといたら。ちょこうか。ちょっとそれ楽しそうやね。もやし。はい、行くぜ。もやし殺す。行けー。すげえでかいよね。楽、片手で楽楽持ってるけど。上におんねん。どうしよう、ここでいいんかな。いや、降りてこうへんから、あいつらがおるところまでは上がらなかった。登ってすぐ置いたいんじゃん。あ、来た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 置いたれ置いたれ置いたれ、あーあでも痛いんちゃった、勝てんちゃう、勝てそうやね、見てやったらいけそうやな、すげえ逃げてるけどよいしょ、なんやもんな、なかなかの激闘が予想されたなかなか難しいですね。頑張って、モズベさん。うん、あー、いけるかー、まあ、向こうからのダメージも2とか3やから、ゴブゴブの戦いちゃう。ゾンブリの背比べ。1ダメージを与えれるってことは、いつかは倒せる。よいしょ。あ、ゼロになった。あ、ゼロになった。ちょっとゼロになった。どうした、どうした。よいしょー、あれかな、正面からの攻撃は防御力高いかな、そういうことか、あー、ちょ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 、いけ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 はい、いけいけいけモズベイさん、あの攻撃力の上がりさ、食事持ってきて、あー、なんかあったけどね、サラダか、サラダが上がるよね、持ってへんのか、サラダ上がるかな、確かサラダが上がるはずですよ、ほら、なんかハンバーガーじゃないですか、上がってきほんと、うん、よいしょ、ハンバーガーとかなんかなんか、ウサギの肉みたいなやつやから、あ、来た来た、なんか魔法使ってきた、あ、あいつ回復した、回復するぞ、なんやなんや、あいつまさかのケアル使い、行くのか、モズベ、いやいや、もう勝つよ、ここまでやったんだもん、元を取んなきゃ、来ますよ、よいしょ、その辺に炎の敵でも置いといたらねえ、置いちょこ、でも自分が当たったらあれやね、ど真ん中に、ど真ん中に置いたらこっち来られへんとかないかな、どうぞどうぞどうぞ、あ、よし、置いたい置いたい、いけ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 、よーし、すごいな、ほら、あー、よけてきた、うまいこと、うまいこと、おし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 、うまい、うまい、いいぞ、いいぞ、逃げろーい、壁を隠れようぜ、お、よしよしよし、すごいやん、すごいやん、よしよし、大ダメージよ、よし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 やりよった、あれ、あれ、回復した、なんで回復した、こいつ、なんで回復した、ケアル使ったんだ、ねえ、あー、こっちこっち、あれ、なんで、これ、これでもし回復するようやったら、こいつ無敵説っていうのが成立しました、あー、やったやったやった、おい、燃えてどうすんねんおびき寄せよ、おびき寄せよ、もうちょいや、あ、うまいこと、あいつ捕まえるんだね、こいつ回復しような、いや、でも火力が結構あるから勝てそうやけどな、おおおお、いったいった、よーし、あ、いたいたいた倒した倒した、よーしおめでとうございます、ハンマーで壊して、あ、よかったね、よかったね、とりあえずもう一個も回収して帰ろか、もう帰ろか、もう一回で懲りたね倒しただけで満足したやろ、ねえ、もう満足ですよ、いや、意外にちょっと宿泊しましたね、爆裂したね、ちなみにさ、ピラミッドって宝箱あったんちゃうんかな、お、あ、魔物の気配が消えたやつ、おお、もう一回ちょっと潜ってみる、
なんか、うん、あの二股に分かれてた道あったと思うよ。へぇ、モズレさん。さっき。なんで上行くねんな。二股に分かれてるのをモズベさん外回りにしてたけど、まっすぐ行ったら、なんかあったんじゃない？え、何にもないよ。そこか、二股なんて。そうそう。あ、そこか。なんか、敵ないっぽいから、もう一回様子見てみる。行ってみます？もう消えたやろな。大丈夫かな？行けるかな？いや、おらんとこで、魔物の気配は消えたね。あ、ほんとだ。お墓みたいなのない取っていいんかなぁ。取っていいや。お、鉄の墓標。鉄の墓標。おー、もらっていこう。お墓やけどな。階段。あ、階段が。その辺のあの、炎も持って帰ったら。はい、あ、これあれ。そこは壊されへんな。あ、それ壊せるやん。いいどっこしょー。よし。これいいですね。墓嵐。墓を荒らすモズベ。よし。もう大体でしょ。大体取ったでしょ。大体かはしないけど。まあいいんちゃう、こんなもん。よし、じゃあ、ロロンドさんに届け行こう。帰るかね。帰ろうかね。キロキロキロ。よいしょ。いやなんかありそうな気はするけどな。上の方上がってみたらなんかあるとかない？やめて。うわぁ、あいつがおった。サソリがおった。よいしょ。いいね、ピラミッドね。よいしょ。ピラミッド行ったことある？エジプト。ないよ。はいね、あの、海外旅行に行ったことがないから。ああ、行った。あ、中の空いてるよ。落ちた死ぬやつやつ。やばいやつやん。やめとき、やめとき。危なかったな。ああ、じゃああんまないかな。なんかね。ないね、あんまないかな。何に対して言うかい。いやいや、なんか、別で隠し部屋があるかなって思ったけど。なさそう。ああ。ない？ピラミッド行ったことあるっていう鎖の話をしてるんかと。気まぐれで聞いてみた。カイネは、海外旅行は行ったことないけど、沖縄に10泊とか、北海道に1週間とかいう旅行は行ったことある。なぜかもう海外には、ことごとく行くチャンスがないの。自分は、モズベ1回だけですね。ハワイにしか行ったことない。台湾行きたいんですよ、台湾に。ね。千と千尋の舞台になったところ。みんなから汚いって言われるんですけど、すごい来たいんですよね。汚いって言ったら失礼やけど。ねえ。綺麗だよね、でもあっこね。でもなんかね、ああいう、なんて密集してるところがすごい汚そうとかみんな言うの。まあな、日本の感覚で言うとちょっとあんまりいいかもね。ハエとか飛んでそうやしな。まあまあね。よし、じゃあ、ロロンドさん話しかけようか。次は拍手。仲良しか、ずっと喋ってるやん。拍手しながら。はい。おう、素晴らしいぞ、モズベ。火を吹く石像を運んできてくれたのだな。これさえあれば、メルキとロックに書かれた鋼の守りが作れるだろう。ん？また新しい、あれなの？防壁？地図が、地図というか設計図が来たね。ぬぬ、そんな凄そうなものを作って平気なのかだと？モズベ、我が輩もロシア雪の日から聞いたぞ。町を発展させれば巨大なる魔物によって町が滅ぼされるという話であろう。ぬわっはっはっは、お主まさかこんな話を真に受けておるのではあるまいな。心配するな。お主のものづくりの力と我が輩の頭脳、そしてメルキの録があれば、メルキドを復活させ、この地域を支配する魔物の親玉を倒すことも夢ではあるまい。我が輩にすべて任せておけ。わっはっはっは、ガーン。怖いわ、結構リアルすぎて気持ち悪いよ。リアルすぎ。うるさかったらごめんね。わっ。さあ、地図もらった？地図ちゃんは設計図。設計図いただきましたかね。
か、カバンに入ったか。カバンに埋まっちゃったかもしんない。あれ、見当たらんな。おろあれかな、でもね、バトルついてるんですよ、ロロンドさん。でも作んなきゃですよね。とりあえずカバンをちょっと整理したら。そうですね。これは使わんものをとりあえず収納して。待って。これもしまおうか。コロキレもしまって。どこへ行った？ないね。なんか物がパンパンやったから、その中に落ちてるとかない？あるかな。これないな。見当たりませんね。ってことはまだあれかな。今から設計図を作るよっていうことなのかもしれない。な。とりあえずバトルやってみましょうか。ロロンドさん。落ちますか。はい。命の木の実一個しかないから中継をね。はいはい、モズベイよ。どうやらまたも魔物たちがこの町に攻め入ろうとしているようだ。まったく懲りぬ奴らだな。我らの防壁と新しい武器で立ち向かおうぞ。防壁って、あれかな。さあ、モズベイ、戦いの準備は良いか。大丈夫かな。あら、今よう見たらボロ切れが上になんかある。つけると思うんだな、ね、ボロ切れ拾ってこ。はあ、みんな頑張ろうね。あ、来たぞ来たぞ。なんかあいつ危なそう、やばそう。ちょっと見寄せた。ほい、あいつ絶対壁壊せやろ今の突進。ねえ、ちょっと危なそうやね。うわあ。いいね、その壁の方を向けないっていう戦い方。ファイナルファンタジー14で学んだ、ね、あ、やばい、プロセスプロセス考え方ですね。プロセス言うなよ。こう、戦い方ですよね。ねカーリングみたいになってしまった。あ、戦ってくれた。頑張れ頑張れ。よし、やったー。終わりか。いや、かかるんかな。あ、いや違うな、モンスターを倒せ、フェーズ2。あ、やばいやばいやばい。ほら、ラストコーデ。あ、ファーストアウトしてる。およかった。ピヨってるピヨってる。よし、おっちゃおっちゃおっちゃ。よしよし、逆に壁に当てた方が早かったかもしれない。ねえ、あ、大サソリ軍団が襲ってきたよ。ガンガン来てる、ガンガン。でかいのが来るようになったな。よし、うまいうまい。よし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 、溜める前に。ただモズベさん体力すげえないよ。ああ、ガンガン来た来た、ガンガン来た。ガンガン来た来た、なんか来た。メロディーライン。ガンガン来た来た、なんか来た。ああ、でも全然なんか防壁だけで行くない？自分らが。うん、ない。ああ、ちょっと待って。来たぞ、なんか、でかいのが来たぞ。お、やばそう。体当たりがやばそう。絶対やばい。絶対やばい。ほら、みんな頑張れ頑張れ。そいつはさすがに。壊すやろ。お、すげえ強いやん。ねえ。あ、もういいよ。楽、楽できるよ。終わった。終わった。ああ。終わった。終わった。意外に開けなかったね。あ、命の木の実。うん。よしよし。よかった。どうにか勝てました。やったね。一回寝る？そうやね。ちょっと一回、一旦寝ようか。クエストは結構出てるから。なんでホテルで帰る？ああ、そっか。自分の部屋どうしたんや。ダブルベッド作ったのに。で、ほらの。自分の部屋で見えへんやつ。さあ。ピミンがお天場なんだから、みんななんか屋根登ってさ移動してくるから、兵士が珍しくベストマーク出てるから兵士かね。そっか、はい、ケッパーケッパー。うん、どう思うモズベ、最近は敵の攻撃がかなり激しい気がしないか。襲ってくる魔物も今まで以上に強力だ。本格的に竜王軍に目をつけられたみたいだね。あら、とうとう。うん、確かにね。僕はね、モズベ、これ以上魔物たちに好き勝手させないように、より強い武器を持って魔物たちに対抗していくべきだと思うんだ。そこでだ、
君に武器を格納できる部屋を作ってもらいたい。また新しい部屋を作んなきゃかな。そうなんだ。衣装部屋に鎧の置物と壁の壁掛けがあれば武器庫になる。衣装部屋がとっと頼みを持つべ。今ある衣装部屋を武器を整えられる武器庫に改装してくれ。はーい、了解です。これはすぐ行けますね。うん、ピリンめっちゃロニー石炭を入れてるよ。怖いな。頑張ってね。あれ、あの男が料理を作って女の子がインゴットを作ってるみたいな感じになってるよね。細谷さんでも誰か作ってくれてるかもしれない。あ、そうだね。中見たら箱の、うん、ひょっとしたらピリンが作ってくれてるかも。あ、作ってへんけど、なんかお風呂作ってるやん。作ってるじゃん、びっくりしたまさかのバスタブ。自分も作れないのに。マジか。なあ。ピリン強い。お好きがまたなんか作り出した。いや、強いわ。お風呂入りたかったんちゃう。あ、ごめんね、ピリン。綺麗好きやから。そうね。みんなのいびきもうるさいって言ってたもんね。ごめんね。さあ、これかな？壁掛けと、誰やね、鎧。鎧を作って。自分ね、ドラクエを一切したことがないんですよね。そうね、ビルダーズが初ドラクエ、ね、そうそうそう、初なんだけど、めちゃめちゃ面白いですね。ドラクエではないから。まあ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 。普通の RPG ではないから。めちゃめちゃ面白いや。その鎧の置物どうしようかな。ここに置こう。その辺に行っちゃうもん。とりあえず、かけとこうや。よいしょ。鎧の上でいいんじゃない？おー、できた。武器と衣装の部屋。住人の武器が。住人が綺麗な服に着替えるやつ。強力な武器を使う。よし。いいんじゃない？うん、いい感じ。話そう。おー、ありがとう。僕たちのために武器庫を作ってくれたんだね。作ったよ。これで僕たちも今までより強い武器を持って魔物たちと戦えるはずだ。それにしても、かつてのメルキドの兵士たちは、どうしてメルキドの町を守りきれなかったんだろう。メルキドには巨大なゴーレムが守り神としてついていたって話だろう。メルキドには固い城壁もあったはずだし、外からの攻撃には十分耐えられたはずだ。竜王軍の攻撃っていうのはそこまで激しいものだったのかな。それとも魔物は城壁の中に。おっと、話が逸れてしまったな。ありがとう、モズベ。とにかく助かったよ。はーい、できたぜ。あ、薬草もらった。はーい、ありがとう。薬草ありがとうね。ケッパすごい真面目ですよね。夜中でも頑張って一人で守ってるのね。あ、ね、一番頑張ってるのピリンとケッパーなんだよ。ね、このこと。うん。ワイオ頑張ってる。まだおるもんな。まだなんか作ってるもんな。ねえ。頑張るね。何作りやんか。あれちゃう？箱。すごい白い岩とか、キメラの羽とか、ガンガン、もういただくね。キメラの羽助かるな。ね、翼作っとこうか。あれだけ作っておこう。これはありがたい。羽直しといたら。あ、そう、なくなっちゃう。あと、誰だ？話しかけてない人。ロロンゾさん。あ、雪の兵。雪の兵は、ホコラの三人組やから。ええ、ホコラ三重士やから。お前武器作れや、雪の兵。どうやら最近はこの街の発展ぶりに魔物どもも焦り始めてるみてえだな。竜王が世界を牛耳って数百年。人間が巻き返しを図るチャンスかもしれん。モズベよ。もうそろそろこのメルキドにかかった空の闇を晴らすために、メルキドを支配する魔物の親玉を倒す準備を進めてもいい頃かもしれねえぞ。おろ、実はな、わしが先祖から伝え聞いた新鉄炉と金床なる究極の炉がある。その炉があれば鋼を加工し強力な武器や防具が作れるはずなのだ。お前さんにその製法を教えるぜ。まずは実際に作り出してわしに見せてくれ。ほう、新鉄炉。
破体金属でもオリハルコン、オリハルコンも作れるよ、えー、オリハルコンから武器やドームクラフト可能。こうオリハルコンの剣から王者の剣っていうのができて、うん、で後世にそれがロトの剣として伝わるのよね。へ、よくわからないけど、オリハルコンで作った剣は伝説の剣なんだよ。ほうほう、そんなに硬いのが作れるの？じゃあオリハルコンを、お、それやな、ロト金属がいいね、ロト金属があれば作れるやん。それ壊すか、主張じゃないですか今あるやつ、ねえ、いや何してんねん、横にあるやんか、え、あ横にあるのにやらかしちゃった。うん、どうせそれ撤去するんでしょ、ねえ作っちゃったよ。それ上位のやつやから見事なもんだ言うて、話しかけよう、早速設置する。あのさっき話したけどもね、うおモズベ、ついに新鉄路を完成させてくれたんだな。こいつなら鋼を加工できる、これでより強い武器や防具が作れるぜ。強い武器か、お前さん大木槌の里の奥にある壊れた城塞に行ったことがあるんだってな。聞くところではわしの祖先の一人もあの城塞の中で暮らしていたらしくてな。なんでもあの城塞の中では人間同士が争いを繰り広げていたらしい。お互いがお互いを信じられなくなり、やがては自分たちが作った武器を取り合って、そんな人間を見てメルキドの守り神だったゴーレムはどう思っただろうな。ひょっとするとその辺りにメルキドの守り神だったはずのゴーレムがメルキドを滅ぼした理由があるのかもしれん。とにかくご苦労だったなモズベ、強い武器や防具を作ってこのメルキドから魔物たちを追い出してくれ。お、石炭、うーん、じゃあその今置いてるやつを撤去して置き換えましょうか。ごめんねピリン、壊すよ作業中に。マジな剣よ、剣よ、それ、はい、さあ、いきまーす、よいしょ。おー、なんかすごいことになった、強い、なんか強いよ。何が作れる？おー、鋼インゴット。鋼インゴットはまず山ほど作っといてじゃあ、ね、あの、鋼インゴットからのひらめきがあるね。あ、なるほど。とりあえずじゃあ鋼のインゴットを作れるだけ、あるだけね、作っとこう。お、鋼の剣、やったー、新しい武器だよ。ウォーハンマー来たよ。ウォーハンマー、お、鋼の盾、鋼の盾、バリケード、おう、鋼で作られた魔物焼けの柵、ちょっと鋼のインゴットを作ろう、マックスまで、マックスまでね。でも10個しか作れんかった、はい、あれだけちょっと、とりあえずじゃあ、鋼の剣から作ろうかな。鋼の剣。あとは、ウォーハンマーはなんか足らんねえ。サソリの角。サソリの角や。これいいかな、これかな。うん。鋼の盾は作る、ね、鋼の剣ももう一本ぐらい作っといたら。そうやね。作っておきましょうか。うん、多分、鋼の剣があれば、さっきのあの、うん、ストーンマンとか勝てるんちゃうかな。お、マジっすか。あ、ピリンに話しかけちゃった。みんなガンガン来たやん。バトル行ってみるか。ね。装備して。サソリの角を。一回整頓した方がいいんちゃうか。そうやね。で、鋼の。鋼の盾。鉄の剣はもう解除して鋼を2本装備したら。こんばんは。こんばんはです。よいしょ。ようこそいらっしゃいました。あ、こんばんは。ごゆっくりなさってください。鉄を2本外して鋼を2本装備するのよ。鋼を2本。全然やってない。言ってること、話聞いてへんねん。ね。鋼2本装備しとき。これはね。鋼2本作った、作った。これでちょっとゴーレムに立ち向かえれるよ。ゴーレムちゃうで、ストーンマンやで。ストーンマン。ゴーレムはあの、なんか、伝説級のやつやから。おう。よし、行こうか。よし。
あいつおるかな。まっすぐ行ったらおったっけ。ねえ、ちょっとご飯食べよう。あ、間違えた。食べチョコ。焼きキノコを食べてます。よし。おる？いつの間にか、あれやね、モズベさんのあの、キャンプレベルもマックスまで上がってた、ね。めっちゃ物作ったからちゃう。結構作ったんかなぁ。サソリおるよ。多分鉄のサソリかなんかが持ってんちゃうかな。鉄のなんとかって。お一発だよ。すごくない？すげえな。あら、おらん。ゴーレム、左じゃない？左。左？左、左。左、そっちそっち。おるかなぁ。ちょっと右かな。そっちの方にいる気がするけどなぁ。あ、別の顔。ちょっと話しかけよっか。これは？おいらは大きくち、チョロから話を聞いてるよ。眠たそうな顔したアホみたいな人間が来たら助けてやれって。それにしても大きくちの里であるメルキド地方から来たなんて、随分と長旅をしてきたんだね。大衆もちょっと見ようよ。うるさい。なあ、旅の扉？そりゃまた都合のいい道具じゃないか。あ、落ちたな、モズベ。おんのか。いいな。おるよ。おいらも早く、大きい土の里に帰りたいな。急にテンポ悪なったんかと思った。いやいや、大丈夫。そのさ、アーチみたいになってるやん。うん、上なんかあるやろ、絶対。あ、おるおる、右におったぞ、今。でもちょっとその前にそこ登ろう。ほら、山ほどおるやん。よした、ちょっとそこ登ってみようや。登っちゃおう、登っちゃおう。よいしょ。早逃げの勘が。どこしょ。この上に何かがあると、ジャンプして殴ったらいいよ。ジャンプして、あー、いいよ。よいしょ。そのまま行こう。よし、行こう行こう行こう。いい感じ。ジャンプ、ジャンプハンマー、ジャンプハンマー。あ、壊しすぎた。向きがあかんかったな。よいしょよいしょよいしょ、おい、よいしょよいしょ、おい、よいしょ。あ、なんか見えたんちゃう。あ、なんかある。壺があるな。壺？壺？なんかあるね。壺だけ？壺かな。骸骨があるよ。あ、なんかある。なんか、あ、読む。メモ。読もう。地面に置かれたメモに何か書いてある。オイラの裏の宝物。お、宝物。何かがくっついているようだ。お、あ、命の煙、ほら。ほらー。お母さんはどうやみたいな。この下もなんかあるんやない？言うわ。あ、壊せれん。あ、壊せれた。はい、どっこいしょ。おー。メモか。初めてメモを、ちょっと、落下しせんようにな。うん。さあ、あいつを倒しに行こうか。でん、あい！危ない危ない。さあ、来い。めちゃめちゃ後ろに巻き込まれて死んだやつがおる。すまねえな。完全に巻き込まれたな。危ない。よいしょ。あ、よしよし、あと一撃。あ、やばいやばい、あ、やばいやばい、危ない危ない。あ、よいこしょー。こいついける？いけるやろ。ダメージ取ってたんちゃう？はい、今んとこあいつ取ってない気が。距離感が、よいしょ、距離感がわからんだけど。あ、ダメだ。あ、ゼロや。あかんな。あかんわ、そいつ。あかんやつです。あかんやつでしたよ。じゃあ、鉄のサソリ探そうぜ。鉄のサソリ。よし。よしよし。鉄のサソリを、サソリに行こう。よいしょ。サソリに行く。何を言うてんの？あ、落ちたな、モズベ、これは。大変、モズベが。モズベイが回線落ちして殴られているわ。頑張って。爆弾。頑張って、モズベイ。まずい。あ、もうシェアプレイが完全に終了しました。はーい。しかし。頑張れ。しかし今、ハエネが操作しているよ。頑張れ。ちょっと裏側まで逃げました。頑張れ、ハエネさん。とりあえずじゃあ、シェアプレイの更新をしないといけないので、一旦休憩に入りたいと思いますけど、はい、2分少々かかりますので、皆さんしばらくお待ちくださいね。はい、お待ちください。それじゃあね、休憩でーす。
ほいほいほい。下におるよ、多分。来たぞ。ちょっと暗いから気をつけて。はい。じゃあ、倒そうかな。水でそれ下。水なんかな。あ、いや、大丈夫っぽい。水やな。おー。あ、あ、死んでたね、今。ああ、なんか別なの。何個か持って帰ろうか。ねえ。ちょっと、暗くて切ないね。その辺家建てる？お家建てようか、じゃあ。うん。大体もう、使ってたらな。朝になってんけどな。そうだよね。気づいたらね。あ、うわぁ、あ、ボス来た。お前やったろうか。強い方の色のやつやけど。よし、楽勝ですやん。キメラの、お、さあ急いで家を建てよう。はーい。そうだ、家を建てよう。急げ、モズベ。すげえすげえ。ハンマーを使え、ハンマーすげえすげえ。はいはい、とりあえずね、壁、二重の壁を。はい。一個足らんよ、あそこ。角が足らんよ。あれのせいで読み込まない。あ、なるほど。これね。よいしょ。はい、はい、はい。はい、そのまま、はい、もう正方形でいいんで。急げ、急げ。足りん。急げ、急げ。足りんわ、そら。倉庫、倉庫。ちゃ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 。倉庫、倉庫。ね。から、あの、ベッドとかも出さなあかんからね。よし。オッケー。これで、カップ。一回書こう。扉の位置開けときね。オッケー、オッケー。はい。もう、牢屋の扉とかでいいよ。そば取らんように。じゃあ、あといらんもん直して。そうやね。はい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 。いらんもん直して、いらんもんもっと直そう。もっといらんもん直そう。いらんもんだらけや。はい。ベッドと明かりやね。ベッドと明かりと扉。ベッドと明かりと扉。そんなお前高そうな明かりを。扉扉。はい。扉。扉と、あかり、じゃあベッド。ベッドはそこじゃないね。ベッドいずこ。どこ行った、ベッド。あれ、藁のベッドとか。あ、マズベイさん、藁のベッドって表現して。二段ベッドにしちゃったのか。全部起きやがったやろ、貴様。はい、ちょっと待って、ちょっと待って。なんで藁の扉やねん。あれだけ、一ブロックにしようねって言って、牢屋でいいよって言ったのに。はい、道具道具。石のなんかがあるでしょうよ。物作れるやつ。ああ、ありますね。物作れるやつ。どこや？あった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 。真ん中らへん。それそれ。よし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 。はいはい。はい、OK。置くんだ。早く置くんだ。その辺。はい。下げ下げ。作るんだ。ベッド。ベッド、急いで。ベッドを作んなきゃ。はい、あった。あ、もう朝になりそう。朝な。ほら、もう、絶対夜の間に作られへんやんけ。朝なっちったよ、うん、いや、じゃあ作っちゃこう。切ないね。緊急用のね、家ということで。はい。ちょっと飾り木もったいないけどな。はーい。はいはい。まあまあ。でも収納しときまた。また、いつか、来たら、ここに泊まろう。誰か、旅に来た人が、泊まれるからいいんちゃう、ね、ああ、鉄。モズベさん、そっちじゃないと思うよ。今いたところやから、ほらほら、やってね、ピラミッドの方に行ったね。あ、こっちか。あとハンマー持ってるよ。ほんと。よし。あ、おったおったおった。あいつか。あかんかーい。おいでおいでおいで。よし。一撃や。あれもあれなんかな、そんなに出てこないのかな、希少価値なのかな。希少価値ってね、希少アイテムってことな。さあさあ、おいでおいで。ああ、お、足らんかったな。よし。あ、なんか手に入った。傷薬やね。傷薬か。使っとく、一個。そうですね、使っとこう。結構減ってる。じゃあ、うろうろして、おい、倒れやん。あいつもるね。あいつもちょっとどうかせんとやね。よいしょ。よし。ちょっと3つぐらいは持って帰りたいから、あと2つは頑張って取ろうか。ねえ。おーい。よいしょ、落とした落とした。おーし。全然落ちるじゃん。オッケーオッケー。バッチリやね。もう帰りますか、じゃあ。帰ろっか。え？
これ2個しかないね。直したんじゃないの。実況見ながら自分もビルダーズやります。よいしょ。あ、どうぞどうぞ。もうビルダーガンガンビルダーやっていきましょうよ、みんなね。やりました、やりました。ビルダーマルチがあったらいいのにね。もう毎週言うてるから、何度でも言う。いいよ、もうそのくだりは。よいしょ。みんな思ってるから大丈夫。もうそれあれやな、パンパンパンって3発殴る方が早い、ね、早いね、うん、もうおらん。早にえって言ったの。早にえ、早にえ、早にえさ、めっちゃおるやんね。えそうやってね、視界に入る敵を全部倒してから帰ろうって思ってたら、いつまで経っても見えるな。キメラで帰ろう。飛べ。よし。さあ、じゃあ、なんとかハンマーを作るんだよね、確かね。なんとかハンマー、ウォーハンマーかな。ウォーハンマー。だいぶ人が賑やかになってきたね。さあ、ウォーハンマー作るよ。3本作っときますか。作っときましょうか。うん。あ、あと1個しか作れなかった。あ、3個いるんや、大悟り。ねえ、まあ、とりあえず2個あったら、じゃあいいんちゃう。それ大事に使おうか。大事にね。あ、ちょっと待って。ロッシが、ロッシやったっけ。ああ、メッシやったっけ。ですね。ったく、新鉄路なんてとんでもねえ作りもん作りやがってよ。ボーズだよ、おい。おい、ふざけんな、お前。俺何度も忠告したんだぞ、おい。余計なことすると。魔物に目つけられるってよ。ファイナルファンタジー15は毎月おいくらですかね。迷ってるんですよ、イカ役。魔物だけならまだいい。人間が力をつけすぎるとあの化け物が。とはいえもう手遅れか。なあモズベ、一つ俺の頼みを聞いてくれねえか。ここに俺が描いた遠くまで 見渡せる見張り台の設計図がある。見張り台、はい。この見張り台を設計図通りに作ってほしいんだ。今のお前になら簡単だろ。早く準備しねえと手遅れになる。頼んだぜ。はい、見張り台。さあ、今コメントいただきました。ファイナルファンタジー15って書いてますけど、多分14ですね。オンラインの方ですね。はいはいはい。はい、毎月おいくら。これは一月1500円なんですけど、フリートライアル版は今多分2週間無料でプレイできるんで、ね、プレイステーション4があれば、あの PS ストアから多分無料体験版が14日間プレイできるのがダウンロードできますんで、はい、それでね、とりあえずやってもらってもいいですし、製品版のね、新生オルゼアのやつを買うと、1ヶ月分は無料チケットみたいなのがついてるんですね。なので、実際有料になるのは2週間無料トライアルをして、その後で新生ウルゼを買うと1ヶ月分のチケットはついてるんで、その 1ヶ月と2週間先以降から多分有料月額課金が必要になるんですけど、間違えました。多分1500円ぐらいかな、ぐらいだったかな。多分だいたい1500円ぐらいだと思います、毎月。うん、多分そのくらいだよね。だいたいあれですよね、うん、次、月額になったら、うん、コンビニとかで、専用のカードがあるんですよね。FF14 の。そうね。多分、そうそう。クレジットカードとか使うよりも、コンビニで売ってるファイナルファンタジーのね、30日券と60日券っていう別々でカード売ってるんで、うんうんうん、それがだいたい1500円のやつと3000円のやつなんでね。それで更新してもらう方がいいかな。そうだね。で、まあ、やることがなくなったら、その課金を止めて、一旦お休みをして、でね、一応オンラインゲームなんで、バージョンアップは毎月してますんで、またやりたくなった時に課金をして、みたいな感じでやれば、全然、長いこと楽しめるゲームですし。はい。全然大丈夫だよね。うん、まあまあ、お試しで一度やられてみて、自分に合うかどうかですね。ありがとうございます。はい。うん。ね。ちょっと考えてみてください。はい。その時は、もちろん、ベリアスサーバーに来てきてね。はい、ぜひですね。ね。来てください。はい、じゃあなんか見張り台作ろうか。脱線見張り台。まあ、マッチダサすぎんか。多分全部あるんじゃない。
それな、レンガとかで作りたいけどさ、でもその設計図通りでそうそう作らなあかんから土とかがいっぱいいるわ。あーそっか、まあ、土を作ろう。土ね、土と下と下、こんな偉いやったね。飾り火、飾り火と、はい、トン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 、なんか階段がいっぱいいるんちゃうかな。あ、階段4つやな。大丈夫だよ。今怪しかったけど、うん、ちょっと怪しかった。階段4つとかがり火をあと持ったらいいです。1、2、はい、今何段？もちろん1、2、2まで終わらせたんか。いや、あのポンポン置いてたらさ光出るやん、うん、光出えへんくなるまで置いたらいいだけやから。ほい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 、よいしょ、ポン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 、ほらい、ね、で、ここは階段？はい、沈み、上やけど、そこなんか置いたらあかんとこ置いてる気がすんな、うん、それの一個上、上がいらんねえ多分。よいしょ、とりあえずここ、いや、ちょっと待って、ミンゴズだよ。あ、もう当てる当てる、もう一回沈めてみる。よいしょ、ちょっと横向けて、逆逆逆こっちこっち、あと一個いる、一個ずつ動いていいね。うん、階段のとこは一個ずつ置いて大丈夫。いや、ちょっとここ全部置こう。一個置いて上に乗っておく。よいしょ。上に乗って置く。下に置く。置く。で、ジャンプして置く。で、その一個いらんな多分。え、上の。あれ？本当？いや、いりますよ。ほら。うん。階段置かな。階段置かなあかんところに置いてるようなやつ。あ、本当。あ、ほんとほんとほんと。今、モズベイさんの真後ろのとこ。これかな？これの右。そこのもう一個。そうそう。そこ。それいらない。そこ階段や。階段か。で、そこに下一個ブロック置かなか。これの下に、一個ブロック。うん、オッケーオッケー。で、あと階段やね。あと階段。階段はちょっとこの前一緒にできたんで。いっぱいあるよ。よし。はい。で、もう一個下降りて、ブロック置いて回らなくなる。そうやね。一段ずつ、そうそう。一段ずつ。もういけるけど。あー。そうだね。で、階段。階段。そこちゃうよ。なんでやん。どんな階段やん。間違えたぞ。よいしょ。なんか、謎のパズルゲーム。どうだっけ？こうか。はい。そっち。これをこう。で、これをこう。そう。そしてこれを、はいはい、こう。おー。スターやね。スターをこうか。気づけばもう。いや、そっちでよかった。間違えた。どこ行こうかな。スター。これやな。はい、どこでしょう。スター。はい。で、登りながら上に置けるかな。いける。はしごは置けるけど。置いて。おー、いけた、いけた。やったー。あとはじゃあ、かがり火やね、真ん中に。あ、なるほど。あとは、かがり火。かがり火。はい、できたー。かがり火。外で使うから。はははは。ね。すぐ夜明けん。あ、できた、できた。やったー。できたよー。もう、だって、建物やで、それ。伝ってって、お前。ねえ、あら。あいつ、寝そうにはない。もう寝てるやん。よし。寝てる。誰も喜びに来てくれへん。夜中に完成するから。よし、でも話しかけられるよ、ね。完成したら。話せるよ。もう話しかけ。もうようやく決められたりができたか。てめえ、こんな時間に作りやがってよ。まあ、手間かけさせて悪かったな、マジで。ただ、時間考えろよ、お前。しばくぞ、お前。あ？見張り台で魔物を監視してくれるのかだと？夜は寝せろよ、バカ野郎、この野郎め。あ、そうだ。この街にあいつらが来たら、すぐにここから逃げ出せるようにな。うん。雪の蛇聞いただろ？メルキドは守り神だったゴーレムに滅ぼされたんだって。うん。このメルキドで人間が栄えたら必ずゴーレムが来て全てを破壊する。俺はガキの頃からずっとこの話を伝え聞いてきたんだ。偉いやん、ちょっと。モズベ。ロルンドが言ってたぜ。このメルキドを本当に解放するには、ここを支配する魔物の親玉を倒す必要があるって。
間違いねえ。その魔物の親玉こそメルキドの守り神である巨大なゴーレムさ。もういつゴーレムが来てもおかしくねえ。やだなぁ、なんかやだなぁ、怖いなぁ、怖いなぁ、来るんじゃないかなぁ、怖いなぁ、俺たちは人間じゃ、ゴーレムには勝てねえぜ。モズベ、悪いことは言わねえ。お前もいつでも逃げられるように準備しておけよ。怖いなぁ、なんだか怖いなぁ。誰だっけ、あの、稲川淳二よね。そうそう。あ、また寝たんかい。寝る寝る。モズベさんも部屋でね。ただこのね、二段わらベッドで。うん、あとベッドは何個か倉庫の中入れとき、ね、外でいつでも出せるように。大変やったわ。未だにまだベッド作れないんだけど。ね。やっぱもうここは、わらベッドで終わりですよ。見なくて一斉に男どもが。わらわらわらって。でも一番にあれよ、仕事場に駆けつけるのはピリンなんだよ。やっぱすごいね、ピリン。しっかりしてある、もう。うん、ちょっと、なんか作ってないんか。火力アップするさ、ご飯をちょっと持っとこうぜ。それやろ。これか、あ、ほんと、攻撃力が上がる。うん。生肉、魔物の肉って書いてるじゃん、生肉。アルミラージが、ミッカクウサギの肉でしょ。あ、間違えた。よくなんかね、置いちゃうんだよね。いらんもん直しときわらの扉とかなんか置いてるやつ、ね、いらないものは全部直しておこう。だいたいこうモズベさん収納下手なの分かるよね。そうだね、やっぱ部屋片付けられないのが粘れちゃうよね。あのですね、あのまあ、全然ドラクエとは関係ないけど、その先ほどねコメントでも言ってた FF14 とかでもお家作れるんですよね、うん、お家作って、うん、そうそう、サウジングって言ってね、そうそうそう、あのこういうマインクラフト的な感じじゃなくて、もともと側としての家があって、で自分たちで内装とか家具とかを配置していく、そうそうそう、あの動物の森形式やね。そう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 、あれでもね片付けきれないよね、所持品もそうだし。そうやね、モズベさんって結構グロい家具をよく置くじゃないですか。そうだね、あの FF で言うモルボルの、モルボルグッズすごい好きな、うん、モルボル家具とかを部屋に飾るからさ、楽しいよ、試食あるよな。またあのいつか近いうちに見せることができたらね、お家を建てるらしいんで、早にAさんが。お前何俺んちに住もうとしてんの。俺んちは俺んちやぞ。お前は自分の家か自分で買えよ。頑張ってマンションあるやろうが、マンションとか買える家は。まあまあまあ、今そうね、アパルタメントって言って、マンション形式のハウス。まあまあ、はい、今ビルダーズやってるんで、14の話はそんなに熱くならなくていいですよ。14はやめとこうね、また近いです、うん、ぜひね。そうそう。もう、かろうじて同じ机にのゲームやからよかったけど、ね、別違うメーカーのゲームの話熱くなってたら、アホちゃんかっこいいと思われる。よし、じゃあロロンと話そうか、はい、どうしたのだモズビー、いつになく真面目腐った顔をしよってからに顔が腐ったのかお前。おえおえ、また何かロシのやつにそれっぽいことを言われたのではあるまいな。ゴーレムがどうとか言ってきたんだろあいつ。そんなことよりモズビーよ、あいつのことはどうでもいいんだ、喜ぶがよい。我が輩はついにメルキドロ行為を見とき、火を吹く石像を使った強力な防壁を編み出したんだよ。なんかあんまロロンド信じらんないですよね。我が輩はこの魔法のことを鋼の守りと名付けたよ。お前たちをさらにさらに強固に守れるよ。さあモズベ、この設計図の通りに鋼の守りを完成させるのだ。そう、作るか。もちろん建設場所は西の方角だ。以前の防壁は一度壊してくれても構わぬ。鋼の守りに必要な鋼の大扉はお主なら思いつくはずだ。もうひらめいた。大扉、すげえでけえ扉やで、ね、鋼の大扉。これ何使うの？鋼の大扉って何？ここ？ここのこと？ちょっと一回、西やからそれ東やろうが、西ちゃんはそれ北や。そっちそっちそっちよ、いつも今、ね、置いてるところがまさにそうよ。ちょっと一旦、はい、外に地図を置いてみてどういうデザインか見てみましょうか。はーい、でもその辺に一回置いてみて、ほら結構でかいよ。でか、
ちょっと一旦置いてみよう。いや、いいよ。もう外に置いていいよ。おい、おいしそう。どうせ拾うんやから。で、設計図見てみよう。すっごっ。扉4ブロック分あるでしょ。え、怖くないこんな。うん。こんな作る？結構だから、でかいよ。でかっ。これまあ、センターに作ったらいいんですよね。そうね。ただ、そのメルキドの外に作ることになるよね。そうやね。うん。もう、外で作っていいと思うで。もう、その辺とりあえずガンガン壊してさ、門の位置だけ決めよう、最初に。門の位置を、4つ分の門の位置。いや、もうすべてさ、どこに作んねんね。西に作らないとダメよ。そっちから組んでんから。モンスターは、そうそう。で、そういう風に置くけど、一回地図にしまおうか、モズベさん。はーい。センターが、ドア4つ分になるでしょ？ドア4つ分の城壁をまず壊しましょう。ドア4つ分の城壁。うん。出さんでいいってだから。ややこしいやろ、今もう。見にくくなるでしょ？おね。うん、はい。で、そのドア4つ分なのはもう想像できるでしょ？そこにすんの？え、そうだけど、他で努力とか出してくれれば長く遊べるの、いかやまあ、ノリでやってみよう、ノリで。そうね、ビルダーズの DLC はちょっといろいろ出てほしいですよね。あ、よしよし。はい、で、そこ扉にするから、もう完全にその見張り台壊さなあかんくなって。バカなの、あなた。あなた本気でバカなの。さあ、リスナーの皆さん、わかりますか？モズベイさんのバカさ加減が。あーバレてしまう。壊さなしゃあないよ、それ。壊せ、壊せ。壊すか。うん。せっかくの見張り台。下だけ通れるようにしたら？あ、ちょっと待って、そこでやるといろいろ壊れる。その、ドア分だけ、ドア分だけちょっと壊しいや。ちょうどそこはだってあれでしょ？もうそこも突き抜けていいと思うけど。いいですか？うん。あれがあるけど、登り口があるけど、別に、それってさ、部屋として認識されへんからさ。あ、まあまあ、そうですね。そうそう。おー、できた。そうそう。それだけのもんであっていいと思うで。うん。で、その位置に、ドアが来るように、鋼の守りを設置すると。なるほど。こうね。うん。これね。あ、そうね。もうその方がいいかな。必要な場所がありません。あ、今一回壊さなあかんな、その横ライン。全部ね。ちょっと待って、もう一旦ちょっと地図置こうぜ。一旦じゃあ置こう。一旦地図置こうぜ。ずらして置こうか。いや、もうバカさ加減ですよ、もう。何なんか何言ってんの？地図の。地図それ置いたままでいいから、うん、横行ってみ、横横、はいはいはい。横横。そのラインまで壊さなあかんと思って。オッケー。そのトゲ、トゲ。トゲトゲ。それそれそれ。そう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 。そういうことね。はーい。そういうことろうね、開けていったらいいですけど、ね。はーい。ほんとね、ビルダーズの DLC はね、出てほしいけど、でも、あれちゃうかな。スーを待つ方が多分、いいでしょ、ね、作ってるっぽいこと言ってたから、わ、穴あり、穴へ取るわ、適当に殴るんじゃねえ。やらかした、やらかした。すぐ怒られるから。まず、おもずべさん、その、それも邪魔よ。これね、うん。そうそう。で、そのスペース分空いたから、うん、それで一旦地図外して、はーい。地図外して、外して、はい、はい、でそれで置こうか、はい、うん、ね、さあ、はい、まずは、じゃあ作ろう、石垣、あ、鋼の扉まず作ったら、ああそうやね、こっから、多分材料あるでしょ、まあおそらく鋼のインゴット、あ、あ見えぞ、千両がいる、千両がいるわ、ああ、赤いからね扉が。キッチンやかね。占領、占領。当たった。よし、作った、作った。OK です。あー、違う違う。この、カエニーが思うビルダーズ1のダメ出しじゃないけど、うんうん、もっとこうしてほしいなっていうのは、そのステージ構成になってるんで、うん、この新しい街、新しい街に行くたびに、古いエリアに行けなくなるっていうかね、その今まで作ったものがちょっと無駄になったりするのが、うん、やっぱりちょっと残念かなって思うんですよね。まあ毎回そのリセットした方がいいっていうのもわかるんですけどね。そうなの？できたらそのコツコツ上げていきたい。
そうだね。そうだよ、モセさん。じゃあ。メルキドが終わったらまた別の町に行くんだよ。また別の町で。一生この町に住もうと思ってたよ。うん。もうすごい気合い入れていろんなとこ頑張ったんだけど。いや、頑張っていいんだよ、それは。今を楽しまないと。でも仲いいじゃん、この3人。いいから、その、ほぼの3人組の話はいいから。仲いいじゃん。モスメさん、鋼の大扉操作設置ね。はいはい。ね。位置大丈夫ね。横に壁作らなあかんのじゃん、お母さん。やらかしのモスベイ面白い。わら。落ちてね。うん。すぐやらかすからね、モズベイさん。もう拠点のモンスター来たから。ちょうどトゲがないところに。トゲさっき置いといたら、モズベイさん。その、丸いところトゲでしょ。うん。丸いところトゲやから。はーい。ね。そうそう。はーい。もうそういう分かりやすいのは先に置いちゃおう。置いちゃおう、置いちゃおう。すぐやらかすから。よいしょ。いいね。いいね。はい、テンポいい。はい、田植え。はい、こんな感じで田植えできたらすげえ気持ちいい。PV みたいな感じでできてたでしょ、うん、あ、なくなった。うん。PV みたいな感じでって。例えよ。おおよそやってることは PV ちゃうからな。あ、厳しい。割とダサいことをやってはんから。7個。お、ちょうど7個。ぴったりやんか。よかったよかった。いいね、ぴったり。ピリンは今日も頑張ってるよ、ほらそこで。よし。ピリンとモズベだけやな、ここの町頑張ってんのな。あとのおっさんたちはみんな、キャッキャ言いながら旅の扉と掃除してるやろ。いやいや、ほら、一人だけよりは、ケッパーかなんかはちゃんと頑張ってるよ。ああ、守ってるよ、ね。ケッパーはまずいね。ここに2個。ああ、でもどうしようか。石垣置いとく。石垣置こうか、先。やっぱりその、火を吹く石像はラストに置こう、ね、なんか。置いたった感が出るからさ、石垣をじゃあ取り出して、あ、置いていこうぜ。石垣を見ようなはい、はい。外枠はまず結構4段ぐらいいかなあかんね。4段か、1、2、3、4、はい。うん、はい。そこじゃあ4段置いていこう。はい、でしょ。結構高いあれなんね。ねえ。城壁。うん。とりあえずちょっと3段ずついくね。2個ずつでええと思うけど、それ別に。あとでどうせ上登って2段置くんや。ほんと？うん。まあいいよ。モズベさんの好きに置き。好きに置かしてもらうよ。ああ、でも、なんやねんな。悩んでる？よし！もう先下2段置けよ。段取り悪いね。ぐだぐだですか。わかるでしょ、この段取りの悪さが。先にね、下から置いてったらええのに、もう全部。優柔不断です。優柔不断って言って。優柔不断。で、ちょっと階段みたいになってるところも、あそこも2段まではおかしかったね。うん。その一番手前はもうそれで OK やね。これも OK ね。うん。OKOK。あとは、バリケード10個作らなあかんな。あー、そうだね。10個。それ先作っとこうか。あと壁掛け松明が2個いるわ。壁掛け松明か。あるかも。うん。られてないね。バスタブがすごい気になってる。すごいやん。これ3人で作り始めたやつ。ないお前ら。あれ？あ、ピリンがもう、おっさんたち来たからピリンどこ行ってもね。すごいなんかちょっと生理的に避けてるよね。ピリンはちょっとね、男性チームを避けてますね。バリケード作られへんぞ。あ、鋼のインゴットがいるよね。インゴットと木材も足らない。足りるかなぁ、10個。木材木材入ってへんってことやからちょっと木を切らないとダメやと思うよ。木材って作れますっけ。どうだったっけ。作られへんよ。あーほら作れるじゃん。あれやあ、ブラの木いっぱい取ってたわ。あー全然作れる。もう80何個99個作りよった。はい、これでバリケット。はい、じゃあお、ちょうど作れる。よかった。あと、あれな、壁掛け松明な、もう忘れていこうとしてる、また。壁掛け。あれ入ってへんか、カバンに。8個。カバンに入ってる。8個も入ってるから、全然あるね。うん。うん。さっき、モズベさん、それいいから、さっき屋根っていうか、上登って、うん、そうそう。これね。高いところを作り。うん。2個ずつ置いていいよ、そこ。あそこ、上登るんやったら1個な。これね。1個置いて。で、1個置いて、で、あと2個ずつポン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 ってやるぞ。おー。
よし、だって地面に1個ずつ置いていこう。4つね、扉の上ね。おお、できたできた。よし、落ちんなよ。落ちんない。あとは降りて2個ずつ、はい、よいしょ。もうモンスターが攻めてこへんことを祈りながら、落ちんなよ。大丈夫大丈夫、落ちんなよ。大丈夫だよ、そんな。で、それレンガ登って、はい、で、ジャンプして上登って、で、一回地図開こうか。あの、それ地図エリア外やから出えへんね。そうやね。あ、出た。そこは、あれやね、下降りて、3ブロックやね。はーい。1、2、3と置いてください、じゃあ。よし。1、2、3。3。で、なんか飾り、あ、あ松明どこやねんな。壁掛け松明置くとこ見なさいよ、あなた。壁掛け松明。よし、こっから。助走つけていこう。届いてんやんけ。もうちょっと最短距離のとこ行けよ。もう行けるって。もう行けるけど。ちょっと一回。うん、それ壊しや。モンスター登ってくるから。大丈夫です、大丈夫です。はい。はい、もう一個。で、いや、あ、ん？合ってるでしょ。合ってます。って読むんですか、それ。合ってる合ってる。すぐ忘れるから。はいはい。気温ってその光出るでしょ、合ってるとこ行ったら。そう。手先ストリートしたくて。で、そのまま降りずに見る。ああ、ほんとだ。ほら、松明そこに置かなあかんから。松明が、そこ。壁掛け松明を2個。2個ね。うん、はい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 。ジャンプして置けるんちゃうかな、下から。そこちゃうよね。モズベさんの目の前や。はいか。降りて、そうそう、降りてみ。で、ジャンプしながら置けると思うよ。上、L1 から押しながら。あ、ほんとだ。そう。いいね。ジャンプ！はい。よし。さあ、バリケードから置こうか、じゃあ。行きましょうかね。バリケード10個。これはもう置く場所わかるでしょ、水とも。ね、5個ずつ、わかりやすい感じで。絶対そこ置くと思ったわ。5個ずつや、言うてんのに。5個ずつ言うてんのに4個しか置いてんやろ。こうか。こうやな。おい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 。で、あとは、はい、じゃあもうあとは川越地図を見て本当にその2個だけで終わりかを確認してもって。オッケー、大丈夫ですよ。よし、じゃあ最後にね、2個置いて、ちょっとみんな拍手で最終的に完成したら、これやばいんじゃないですか？何？これ、やばいんだよね。なんで？これ持ち手からしたらこれ、衣服のこっち側になっちゃうよ。大丈夫、正面持ったら。あ、大丈夫です。置いた瞬間、逃げ。いや、向かないよ、ほら。お前、あかんかったわ。いや、アウトだよ、これ、ちょっと。うまいこと置いき？あー、どうしよっか。一回ちょっと壊さなかな。その下を壊すだけでいけるから。何してんねん、もう。いろいろ壊すやろ、そんなとこ置いたら。おう、大丈夫やった。その下の2段を壊す。重ねてる。そうそう。松明の下の2個。松明？前から壊そう、もぐれさん。そう。そこ。あ、ここね。うん、そっから置けるでしょ。そうそう。ちょっと最後に防御はできへんかったけど。置けんかね。置けるかなぁ。あー。もう一個壊すか。もう一段行こう。ちょっとその横も壊しとこう。足場面。足場だよね。そこから置いて、じゃあ、はい、怖いね、はい、で、4ブロック補充してます。はい、はい、さあ、みんな拍手の準備いいかな。それじゃあ置けるんちゃう、そのままそこだけで。お、よし、はい、できた。やったー。はい、お疲れ様。やったできたよ。いきなり燃え盛ったな、今。お、でかしたぞ、やって。さあ、話しかける前にちょっと寝よっかな。そうね、まずは寝ないとね。じゃあこの寝るタイミングでちょっとモズベイさんのシアプレイ最後の更新しておきたいと思いますけど。はーい。はい、じゃあ一旦 CM 行きますので休憩行きます。2分間ぐらいで戻りますのでちょっとだけ待っててね。では休憩です。
さあ、モズベイさん。はい、始まったよ。始まったよ。じゃあ、誰？ロロンド。ロロリと？あ、ロロリ、ロロリで。いや、ロロンドよ。ロロリとは、FF14 の人でしょ。そうよ。すげえ頭に、ああ、そんな名前やったわって思ったけど、別のゲームやった。全然違うっていう。騙せるかなと思って。行ったり来たりするんじゃねえ、ロロンド。うおー、ついに鋼の守りが完成したか。できたよ。これがあれば、どんな魔物が来てもこの街を守れる。素晴らしい。素晴らしいぞ。何？この防壁なら、ゴーレムが攻めてきても街を守れるか、だと？忘れたのか、モズベイ。ゴーレムはこのメルキドの守り神だったのだ。ロシに何を吹き込まれたか知らぬが、ゴーレムが我らを滅ぼすはずがなかろう。お前は頭湧いとんのか。まして、ゴーレムがメルキドを支配する魔物の親玉とは、我が輩は絶対に信じぬぞ。まったく、根も葉もない噂で、皆の不安を煽りよっている。ああいう存在は、町の発展の邪魔になる。いずれ、処置を考えねばならぬかもしれんな。すごい、シリアスになった。とにかく、よくやったぞ、モズベイ。素晴らしい防壁ができたな。わっは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 。あいつは殺す。怖いんちゃ。すごい怖いんちゃ。お、命の木の実。モズベさん、その見張り台壊そうぜ、もう。なんでブサイクやから。いやブサイクすぎへん、ちょっとそれ。せっかく、ねえ、ロッシが。じゃあ、設計図はあるから、他のとこに作ったら。設計図は、それじゃねえよ。ああ、まあ。ちょっとせめて魔法を使って、その、土じゃないのにせ。もう、あれですもんね。鋼の守りで扉ができてしまってるから、こっちいらないもんね。まあ、そこもいらんちゃいらんね。作っちゃおうか。勝手口みたいな。三河屋さんが、サザエさん、お醤油ここに置いときますね。って入ってきそうな、ね、勝手口な。ここをちょっと、詰めて、作ろうか。ね。うん、あ、ちょっと広くするの？え、ここほら、多分3スペースいるんやない？ここ、これ。ああ、そういうことね。それをそこに作るってことね。そう、展望台、うん、それじゃあ、配信外でやってくれます。そうやね。別のところで。うん、うちメインストーリー配信なんで、その理由は。あ、まだ入ってたよ。入ってきてるぞ。大丈夫なの？大変やん。ちょっと待って、モズベさん。どっかなんかあるんちゃう？ジャンプして入ってこれるところが。なんか変な作ったっけ？外になんかブロック置いてへん。あれ？なんもないよな。もしかして、どうやって入ってきたんやろ？これを使ってきたのか、あいつ。いや、それは使わんと思うで。それか、さっきちょっと一瞬開けたから入ってきたのかな。え、でもそれ、通り抜けたら、閉まるからな。どっから入ってきたんやろな、ね、今。バグ？うん、ちょっと怖いな。やっぱ、まあ、みんな戦ってくれるから、大丈夫。ここもやっぱね、学んでくるからさ、すごい学習して覚えるやつや。モズベよりは学習スピード早いね。早い早い。認めようか。お、ピリンが頑張りよ。ピリンがすげえ、ね、マッハ料理を作ってたよ。百裂猫球みたいね。肉球か。猫球とかちょっと。間違えた。家中天津甘栗県の方がしっくりくるけどな。火の中やから。あー。知ってる？家中天津甘栗県。当てようか？中華一貫。おう。違うわ。違います。家中天津甘栗県はランマ2分の1の男ランマの方です。まあ女ランマも使うけど。そうなんだ。もう火の中にある焼けた栗を拾うかのごとく、わかる、早いパンチを繰り出すんやで。名前は分かる。家中天津甘栗県見たことありますよ、ランマの漫画で。そうそう、漫画でか、アニメじゃないんかいな。私は多分漫画派でしたね。あんまり覚えてないけど。まあまあいいけどさ。漫画アニメの方のあれですよ。ランバダランマっていうエンディングやったかな。もう私ね、知らないんだよ、本当に。それが。結構ね、友達とか歌ってたんですけど。知らないの、ランバダランマ。
うちの天道道場いそろっていう歌知らない。そう、知らないの。そんなになんか友達から聞いたことはあるけど、自分で聞いたことない全然、うん、ね、知らんのかいな。そうね、水をかぶると女になっちゃう。ちゃうな。あ、なんか違うん間違えたわ。もう陽気に歌ってたら間違えたから話進めましょうか。見ましょうか。じゃあロロンドかな。今のところロロンドさん、ロロンドよね、うん、はい。モズベイよ、町も発展し、魔物たちとの決戦も近い気がせぬか。アニメ見たな。みんなおるね。うん。お、ほら、アニメいますよ。ラマ2分の1見た人。お。鋼の守りも完成し、町の守りも万全と言いたいところだが、我が輩はまだまだ満足せぬ。もっと力を、もっと力が欲しいのだ。この町を強固な町にしたいのだ。もっと血だ、血を持ってこい。怖いね。そこでだ、モズベ。この辺りでもう一回り街を発展させてはくれぬか。あ、これキャンプレベル5にしろってやつやね。もう上限達してますよ、でも。うん。さらに新しい部屋を作ることで街を充実させてもよいし。うん。魔物に対抗しうる防衛設備を改め作ってくれてもよいよ。お主の銃に町を発展させ、ビルダーとしても一回り大きくなってくれ。お、よくやったと思って。町が発展し、ビルダーとしても成長してたようだね。ごめんね。え？やらしいこと言ってごめんね。モズベ、ごめんね、本当に。そんなお主に素晴らしい知らせがある。こんなタイミングで新しい設計図を思いついたよ。我が輩はメルキドロクに書かれた最強にして最大の防壁の記録を見つけたのだ。その名もメルキューシール。クソダサいやつね。なんともおごそかで品のある名の防壁であろう。クソダサいよ先生。我が輩はこれをメルキルシールと名付けたよ。これさえあればどんな魔物の攻撃からも町を守ることができる。かつての城塞都市メルキルを完全に復活できるのだ。急にシンゴジラの石原さとみみたいなキャラになる。しかしだ。ガジーラ、ガジーラ。ガツイラ、ガツイラ。その細かな製法までは、メルキドロクに、メルキドロクにも書かれてはおらぬようでな。このままでは、せっかくのメルキルシールでも作り出すことはできぬ。そこでだ、製法の断片だけは、ベルラーの主に伝えておく。もうちょっとそのキャラやめろよ。お前も喋れやじゃん。お主ならいつかメルキドシールドの作り方をひらめいてくれると信じておるぞ。はい。もうひらめくんじゃん。もう早ひらめくの。さすがやね。ゲームの中は偉いですね、主人公。鋼のインゴってやつはひらめいた。あら。あら、もうでもバトルが来てますね、なんかね。ねえ、もう別にね、他にやることはないんで。もうちょっとカバンだけ直しとこうか、いらんもん。そうやね。ちょっといらんもん山ほど持ってるから、もう。ちょっといらんもんいっぱい持って、ちょっとくせえか。ちょっとじゃあ次、敵来たらさ、モズベさん、せっかくやから、ウサギのステーキとか食べよう。そうそうそう、そうなの。それなのに今、焼き鳥食べちゃったんだよ。いや、ええかな、別に。さ、引くか。戦うか。あ、ちょっと待って、モズベさん。こんな、まさか夕方のタイミングで？あー、よくない。いえいえ。寝ましょう、寝ましょう。なんか、気づけばなんかいろんな人が増えたね。気づけばね。そうね、人は本当に増えたよね。増えたね、うん。こうやって、仲間は増えてくんだよ。なるほど。モズベ、仲間、そんなにできたことがないんで、わかんないやね。必ずどこかに仲間はいるはずですよ。151人の村人が増えますよ。ポケモンか。ポケモンだ、うん、懐かしい。今国さんが建てるやつ。なぜか一瞬だけ大木戸博士しか思い出せなくてびっくりしちゃった。大木戸博士、今国さんじゃないの。やっぱ歌ってるんじゃないよね。歌ってるの。そうだよね。映像はピカチュウと、そりゃそうじゃんっていうね。モンスターボールだったよね、確か。エンディングかなんかよね。早せえ。やばい。ポケモンの思い出に来たの。しみじみしてる。うん、モズベよ、大変だ。またも魔物の軍勢が街に迫っておる。
やはり魔物どもも我らが町の発展ぶりを見て焦っておるようだ。魔物の親玉を倒す準備のためにもここは何としても魔物を追い払わねば。モズメよ、戦いの準備は良いか？準備いいよ、行こうか。151人収納できるぐらいのメルキドの町を作りたいよね。ここは無理やね。よし、竜王軍バトル。フェーズ1で終わりです。ちょっと上から見張る、見張ろうや。そっから見張っとこうか。さあ、来い。来た来た。ただこいつらはもう、いけるよ、多分。イエーイ。ほら、ほらほらほら。見てるだけ。見てるだけ。サソリ君だもん。来たよ。強いよ、すごい強いよ。ガンガンですよ、ほら。あ、間違えた。お、鉄サソリも来たよ。鉄サソリもダメかな。もう壊せるぐらいのレベルのやつが来ないとダメだ。おら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 、すごいすごい。リスナーさんはみんな仲間だよ。1106の仲間だよ。さあ、仲間だよ。ちょっと強いぞ。ちょっと強いけど。あ、モンスターが、やべ、やべ。アウトです。アウトです。倒しましょう、急いで。みんな頑張れ、頑張れ。みんな頑張れ、頑張れ。さすが、ボス。さすがですわ。いきなりぶっ壊されるって。壊してくると思わんかった。しかも、ウサギのステーキをまた食べ忘れてる。そう、せっかくなんで食べようか。そこで食うなよ、お前。おのの待ちたい。いけ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 、間に合うわ。ダメージ上がったんちゃう？あ、モズベイさんは倒してません。いやー、倒しました今。あ、見て、もう倒した。ない鋼のボロボロや。扉がない。ね、あ、扉、旅の扉、緑を手に入れた。あ、ほんと、お、すごい。いいけど、早くガリーン。ガサンと障壁が壊さ、わ、なんか来た。ちょっと先に、あ、なんか来た。なんかキャバ嬢みたいなの来たけど、うん、ちょっと先に修理しよう。これモズベさんね、修理する前に一回撤去した方がいい可能性もあるよ。そうですね。いけるかな、でもそれぐらいやったら。え、あ、いけるか、うん、ちょっと拾おう。あ、危な。そうそう、トゲ罠をね、設置していこう。はい。見えてるところは全部なんで。一個上に、塀の上に、バリケードの上に乗ってるよ。ん？おう。死ぬ、死ぬ、死ぬ、モノフェさん死ぬ、死ぬ。危ない危ない危ない。木の実食べとこう。木の実でいいんじゃない？ちょっと4つもいらんやろ。木の実食べときや、1個。糸？ HP 増えるし。うん。2個くらい食うといたら？え、そんなもったいないことできないよ。だってほら、ヒットポイント80になるよ。あ、まあまあいいか、じゃあ。食べちゃったよ。食うな。いいよいいよ、もう。だいたい2個ぐらいストックがあれば安心やから。ちょっと待ってね、一回見てみよう。いや、見んでいいよ、もうそれ。トゲ、トゲ罠を置いたらいいだけやで、その目の前の6個ぐらい。ほい。こいつが、そこに置くねん。そこに置くねん。ここ。よし。その上、上、トゲ罠、塀の、バリケードの上に乗ってるの見えるもんね。あ、ほんとだ。バリケードの上に。ちょっと足りなくなってる。これね。うん。あと6個いるはずよ、トゲ罠。そんないる？うん、ほら。あと6個いるはずなのに。どっか落ちてんのかなぁ。あ、でもそこまでトゲ罠いらんかったんかな。いや、でも置いといていいしな。ねえ。あと、その上があれやね。上の石を壊されたね。あ、ほんとだ。一個足らんのちゃう、それも。さあ、とうとう。でもさっき来た人ってあれだよね。女の人だよね。うん。とうとう、ピリン以外の女の子が来たよ。来たね。ね、話しかける？さあ、話しかけようか？あら、あらあら、ここ何？ちょ、何これ？マジ何？この暖かい光に溢れる素晴らしい場所、何これ？ギャル、ギャルや。びっくり。ん？あら、あなた随分と冷めた目ね。いえ、冷めすぎて、逆に熱を持ってるけー、みたいな。わかってる？今さら、新顔来たとか、新顔来たーとか、そういう風に思ってるわけ？
ってなって、その顔を右全身に殴りで描き殴ってあるって言ってもいいくらいだと思うよ。ほんとマジ。ここにはあの建物とかあるし、人もいるし、イケメンとかもすごいいそうな感じがして、光もあってライティングもすごい良くて、私のメイクとかもすごいノリがいい感じで見えるし、とても素敵な場所に見えるんだけど、マジ、マジ見えるんだけど。そんなにだってね、ろうそくいっぱい垂らしとったらそれハイライトになるわけね。ろうそく垂らすってない。SM か。ろうそく垂らしてはないですよ。住んでる人たちとか、ま、なんかバジビー、ずいぶんピリピリしてるみたいな感じだけど。でも、ほら、もう私も疲れき、歯ぐき疲れてヘトヘト系みたいな。もうほんとマジモスとかで、ちょっとゆっくりしながら、オニオンリングとか食べたいんだけど、私も今日から、まあ、庶民ここに住ましてもらおうみたいに思ってるわけ。うん、私の名前チェリコ。覚えた？チェリコ。チエリコって書いてチェリコ。何の取り柄もないんだけど、ほんとマジで空気だけはすごい読めるって昔から友達にいっぱい言われてるんで、それくらいの感じしか自己紹介ないんだけど、よろしくね。うるさかったね、すごい。いい街じゃない。いい街じゃない。いい街じゃない。今んところこのメルキドのイケメン枠はあれやから、ロロンドやから。ロロンドな？あれじゃないの？衛兵の子じゃないの？あ、もう着替えてるやん。早く。おや。びっくりした。青いドレス。すごい、馴染み度半端ない。うん、すごいです。旅の扉、モズベさん、三つ目を手に入れてるから、そう置いちゃう、最後。もうみんなすごいここが集まってますね。邪魔だよ。邪魔だよ。はい。もうぎゅうぎゅう詰め。三つ股の祠。はい。はい、三つ股。はーい。わわわ、もう一戦来た、一戦来た。みんな感動してる。はい、もうぎゅうぎゅう詰め。ぎゅうぎゅう詰めです。住人がすげえな。あ、この子なんかあるね。話しかけれるよ。いや、モズベさん、ちょっとクエストやんのやめて、うん、あれしようか、残りあと20分ぐらいなんで、新しいエリアの散策だけ行ってみますか。行ってみましょうかね、じゃあ。うん、ちょっとどんなエリアなのかね。まずは、前もって街の人に聞くと、うん、あれ持ってこい、これ持ってこいとか言われる。そうだね、時間なくなるんで。うん、初見感がなくなっちゃうからね。もういきなり交通し。よし。いやいや、導きのこれいるよ、コンパス。ちょっと待て、おいおいおい。おい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 。ゴロ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 。ゴロンじゃない、あれ。ゴロン。わかんないよ、ゴロンが。でもなんか怖っ。顔怖ゴロンはポケモンのやつやないか。顔怖っ。ポケモンで言うところのゴロン。ドラクエで言うところの爆弾岩ってやつですね。知ってる人おるよ。いや、知ってるよ。ドラクエやってる人はみんな爆弾岩。来た。やばいあいつ強いんじゃない？いった結構強いね。おーおー痛いよーハーベスト頑張れ頑張れやばいさあ最初の爆弾岩との初めてのバトルでも逃げ惑っております。ちょっとよしよしよし、はまった、はまったよ。挟まってる、挟まってる。うん、あ、なし、壊してる、壊してきたんじゃん。目、目って言ってる、が。がって何？え、あいつ爆破するんじゃない？わー、危ない危ない。おー。危な、よかったー。爆弾は知ってるよ。やば、あ、知ってる人いるんだ、やっぱ。なんか来たの？お前もかい。お前か。これのお前か。ドラクエのモンスター10個言ってくださいって言ったら多分入ってくるよ、爆弾。危ない危ない。ほんと。聞いてへんし、話。ずっと薬食うとるやん。よいしょ。危ないな。要はあれですよね。FF で言うボムみたいなもんですよね。そう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 、ボムね。自爆の炎症が始まったら爆発するでしょ。お、あいつらがいますよ。戦おう。これ色が違うんだね。え、そうなの？ちょっと今っ強いでしょ。あ、強い。死にそうになってるよ、モズベさん。強い。ほら、すごい勝っていってるよ。あ、ほんと。サボテンを。危ない。サボテンを勝っていったよ。あれはアルミラージっていう、ちょっと強いやつ。刺さってんじゃない？刺
壁を壁に刺さるんだよ、ね、ほら上質な毛皮。おあ、鋼の鎧、ようやく防具がでもあんま可愛くないね。完成していたのね、鋼シリーズ。いや完成していたのね、鋼シリーズ。何これちょっとさ、エヴァンゲリオンのね、うん、劇場版の最後のね、うんうん、エアーの最後の名ゼリフを言ったのにね、モズベイさんが全然気づいてくれないの。あ、全然しない。鋼シリーズで唯一あれでしょ、鎧だけ。やばいやばい、違和感と思ったらゴロンやった。ゴロンちゃうわ、爆弾岩や。爆弾岩ゴロンで覚えるんじゃない。そういえば携帯でファイナルファンタジーディシディア出たね。あ、でも意外に珍しいような敵は。あいつ携帯で FF のディシディアが出たらしいですよ。出ましたね。買いに知らんかったな。あの、ディシディアで多分あの出てますよ、14のあの人が、ヤシトラが出てんじゃないかな。携帯、スマホ版ってことでしょ。うん、リアリスも出てるかな。なんかそういう話聞いたんですよね。この前の FF、そうです、そうです。あの、30周年のやつ。いただきストリートっぽいグラフィックだった気がします。イタストっぽい。あー、ちょっと SD だ。そう。もうね、早にね、FF はね、SD 化するんやったらドット絵までしか許したくない。はい、そうなんです。イタスト系結構好きなんですよね。いやもうあれは同人やで。失礼やな。言うたら悪いが、もう同人と一緒やんか。ファンが作りましたみたいな、ファンメイドアートみたいな感じに見えるからあんまり好きじゃない。あー、ちょっと今ね、おそらくこうディシディアしてる人多いと思うけど、敵に回したよ。おそらく。またしずっと。いや、ディシディアはいいと思うよ。その、ゲーセンとかにあるディシディアはちゃんとあるじゃないですか。うん、まあまあ。天の絵とか、あの、野村さんの絵とかをちゃんと、うん、リアルに表現してるでしょ。うん。じゃなくて、やっぱダメ、キャラデザ誰やねんみたいな。お、なんかあるぞ、モズベ。なんや。なんかのピカピカのなんかが。ああいう、それは、大金寿司でいけるのか。大金寿司じゃ、ほら、無理やわ。ダメでした。ウォーハンマーは？ウォーハンマー。あー、ウォーハンマー。ウォーハンマー。あなた装備してないでしょ。してなかった。一個しかないしね。なんか捨て？銅の剣捨て？いつまで持ってんの銅の剣。これね。左上一番。これね。一番左上。うん。うわ、めっちゃおる向こうに爆弾は。うん。で、やらなあかんことを思い出して。思い出すよ。で、違うよ、モズベさん。大金槌を一個捨てようか、今。もう壊れかけの。はいはい。壊れかけの大金槌。捨てる。捨てて。ウォーハンマー。思春期に少年から早逃げに変わる。あ、はい、ご機嫌、ご機嫌かい。ね、いつも壊せない。あ、無理やわ。無理やわ。あっちはピンクのやつは。ピンクのやつなんかほら、ここ左、ね、ほら、それなんか、あ、それどうやないかな。どうや、多分どうですよ。ほっとけや、もうそこまで行ったんやったら。ほら。もうガーンって、マッシュピンガーンって。はい、どこでしょう。うん。お、黒岩とかやな。初めて黒岩。何これ。大変さん意外に堅物だからね。堅物ってね。ふにゃふにゃやぞ、大変は。拾うなよ、それもう。うん、危ない。今めっちゃ、あれいいかけてたやろ。あれ、オリハルコンなんじゃないの。元、お、来た来た来た。爆弾は来た。きっとそうよ。爆弾は来た。鋼の剣で、行こうぜ、モズベイさん。どこ行くんや、あいつ、あいつ怖い。戦えよ。絶対なんか落とすやろ。うわ、まだ、爆弾のレアドロップ何も手に入れてないよ。だからハンマーで戦うんじゃない。お鋼の剣。あ、やばい。あー、止めた？もしかして。止めてはないな。おお、出た来た来たじゃん。やばい危ない。これちなみに多分爆発するとドロップないんちゃうかな、アイテムの。おお、あ、何も落としてないでしょ。あ、なんか気持ち悪、なんか岩があるよ、ほら石、それ。何、右の、これは、それ何、あ、石っぽいの、ダメ、石っ
多分ね、ムズベさん、メガンテって魔法を継承してるでしょ、うん、あれの平マネに倒せばいいの。なるほど。で、多分ドロップ、アイテムドロップはとどめを刺さないともらえない気がするから、うんうん、ちょっと頑張ってみて、あと10分もあるから。そうやね、ちょっとここ確か3体ぐらいおった気がしたから行ってみようか。あともしくはあの、そのハンマーで叩けないところに連れて行って爆発させてみようか。あー、なるほど。今寝てるんで。俺、ああ。お前触っとるやないか。殴る前にピトって触って終わるっていうパターンだよね。やばい、頑張れ頑張れ頑張れ。来た来た、いけ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 、触りすぎちゃい。頑張れ頑張れ頑張れ。よし、おお、間に合った。ほら落とした。爆弾石。爆弾石。それ絶対いるやつやでいっぱい。ねえ。うん。よし。あ、じゃあ、もう、触んなよ。何をしとんねんな。あ、やばい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 。あ、やばい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 。あ、もう、嫌なタイミング。無理無理、ノズベさん無理やって。無理やって。いけるいけるいける。あ、やばい、もう間に合った。ほら。いけましたわ。あ、ちょっと待って、ノズベさん。ノズベさん見て。ダンジョンの入り口があるよ。え、そう。なんで止まったんや、今。ちょっと待ってって言って、止まりすぎやろ。右右。ほら、そこ。あ、ほんとだ。それダンジョンなんやで。へぇー。こういうダンジョンがね、この世界にはたくさんあるんです。ほぉ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 。鉄収納して、松明を出そうか。手に持ってね。え？松明。松明はあるかい？ないね、松明。ないな。もう、じゃあ、作るか。食材でも持っていこうか。あ、食材があるんか。作るのかい、うん、食材はおしゃんちゃんも。ね。手に持っといたらいいから。うん。一個だけ取り出して、もう。はい。はーい。手に持って。あんのかーい。じゃあ、あの、壁掛けの、松明かな。それはついてるやろ、さっきは。え、つくよね。ついてへんかな。ついてへん気がしてきたわ。あ、ついてへんわ。つかんのかい。もうじゃあ石のあれを置こうか。そうですね。石の作業台。うん。ほんとムズベイさん、肝心な時に道具がないよね。なんかね、肝心じゃない時にはなんか、ね、動くのに。いろいろあるんで。よし。よし、じゃあ。はい、もう松明明るいやん、もう。まあまあ、明るい。こう行こう。バー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 。ピンクやな、それ。なんかピンクすぎん？うん。ピンクすぎんってどういうことや。そうではないよね。もうハンマーで行く？間違えた。おぉ、いきなり。いきなりなんや。あ、壊せる壊せる。やった、なんかある。赤い宝石。赤い宝石。やったー。なになに？それは。え？なんかおる？なんかおるね。なんか明かりもあったやん。もうモズベさんが置いたんちゃうやん。あ、違う。え、今なんか攻撃してきたよね、魔法で。うん。うん、おった気がすね。あそこもなんかあるよ。あった。なんが出ましたよ。そこ一回下でボーンってやったらいっぱい鉱石取れるんちゃう？下で。そこの一段で。はい、よいしょー。おー、いっぱいあるやん、いっぱいあるやん。いろいろ取れるよ。まあ、もう一個の通路行ってみようか。右手沿いで。右手壁沿いで行って。右手壁沿い。うん、そうそう。なんかおるかな？あ、また白いのが。それ壊されへんやつちゃう。あ、壊されへんな。うん、壊せれん。うん、これはなんか黒いね。あ、これは取っちゃう。ってるな。あ、あったあったあった。ピンク。ピンク。初めて赤い宝石を見た。ねえ、ルビー、ダイヤ作れるんでしょうね。サファイア、赤いのはルビーじゃないですか、ね、サファイアは青いでしょ。よいしょ。よし、ルビーとサファイアって同じなんでしょ、色が違う。そうなの。うん、確かそうやって、同じ原石、同じ鉱石、ただ色が違う。
白クマとパンダとクマみたいなもんちゃう。それが一緒なのかわかんないけど、ね、色が違うでしょ。このちょっと白いのと一体、ね、何もなかったね。うん、なんかそんなになかった。ちょっと鉱石がまああれやね、初めての鉱石が取れたダンジョンでした、うん、よし、爆弾は芝木に行こうぜ。じゃあ行こうか。うん、5個ぐらいは、あ、もう夕方やな、取り行こうかね。だからモズベさんに家作りって言ったら時間かかるんやろな。ねえ、作らん家。もう作らんかな。作らんかな。拾なよそれ。めっちゃいっぱいおる。スライムベースいっぱいおんねんな、この。ねえ。あったあった、2丁2丁。2丁2丁。頑張って倒そうね。触らんとってね。当たる前に。よし、はい、うまい。あ、もう来た、もう来た。やばいやばいやばい。触った。当たって。死ぬ。やばい、出ていけっか。はい。こうなるのか。そうなるんだよ、モズベイよ。起きなさい。こうなるのか。何をくたばっとんのや。取りに行かなきゃいけないな。もう、取りに行かなあかんな。あ、でもなんか、あるんじゃない？いや、ある程度落とすね。何割か。取りに行かなきゃいけないのか。すごい、お約束みたいな感じで、爆死したね。モズベ爆死しましたね。そっちじゃん。いや、でも私なんとなく分かってたよ。そっちでもないよ。どこ行くねんな。なんで迷子やねん。先取りに行こうな。爆弾岩はちょっと、アンタッチャブルで。アイテムをとりあえず、先に。そっちやんな。左じゃない？あ、右やったっけ？右っぽいっすよね。降参してるマークみたいな。違う？降参してるマークは、あ、でも、そうね。基地っていうか、メルキドロマチ。あ、なるほど。そっちやな。あ、寝ちゃ寝ちゃ。あそこの、もうちょっと行ったら、多分、落とした剣とかは、あっこですもんね。あったよね。うん、あれない？もしかして。あれ、これまたさっきと違うとこに出てる？かもしれないよね。やっぱさっきの方やった。いやー、でもさっき行き止まりだった気がするし、ここで死んだような気がする。その上のピンクは見たことがない気がするから、そっちじゃないよ、ね、やっぱり、うん。あの上のピンクも多分壊せるのかな。白はまだ壊されへんね。ね、そうそうそう、白だけが壊せる。ピンクでもあんなあったかな。とりあえず倒すか。あ、あ、気づいた気づいた。倒す？気づいた。急に来るかもしれんから、で、モズベさん、距離感がわからんと触り出すっていう防御があるんで、おー、よし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 、余裕、オッケー、いい感じ。あとちょっとね、わかりましたよ、こいつ来てる来てる。あ、モズベさん、モズベさんが死ぬ、やばいやばいんちゃう、やばいやばい、うん、もうやばいわ。今の意識を失ってる時間は、あかんやつやったね。ああ、よかったよかった。おっ、あれがある。また、追いつけたね。よし。はい、や、とりあえず、こっちょこ。うん、こっちょこ。さあ、もうなんやかんやで、バタバタなうちにあれですね。あ、もうあれですか？ 7 時？もうぼちぼち時間ですね。あら、もう7時ですか。早い。うん。さあ、今日は今のところトータルで1364人の方に見に来ていただきました。もう、そうだね。ありがたい限りですが、モズベさん大ピンチです。見ててください。やるのかい？じゃあそれを倒して終わってくれ。あ、やばい。言ってるやん。ミッキーは無理やって、一緒に倒さなあかんからな。こいつだけ、それだけ倒して。うん。倒せ。いけ。よし。よし。じゃあ、キメラの翼で一旦帰ってもらえますか、モルベさん。帰ってもらいましょうかね。はい。
さあさあ、それではじゃあエンドクレジットの方いきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。ツイッターアカウント、チャンネル登録は動画の詳細にリンクがありますので、そちらからご確認ください。はい、現在ですね、モズとハヤニエの YouTube のチャンネルの方がですね、メインもサブも、停止を食らってる状態で、はい、今異議申し立て中でね、5番祭りで大変なことになってるんですが、フレッシュの配信の方は、うん、ガンガンやっていきますので、こちらのチェックよろしくお願いします。はい、お願いします。ツイッターとね、フレッシュのチャンネルの方を両方フォローしていただくと、多分、まあ明日も多分生放送できそうならやろうと思ってますんで、またよろしくお願いしますけど。はい、お願いします。はい、ではまた次回の生配信でお会いしましょう。バイバイケロー。バイバーイ。